どうも、国です。今回の動画なんですけども、私が今現在いるとこはですね、栃木県日光市にあります夫婦口無料駐車場というところに来ております。これからですね90分ぐらい山道をですね歩きまして、関東最後の秘湯と呼ばれている奥鬼怒温泉郷というところにね行こうと思って、そちらで泊まろうと思ってます。こちらの奥鬼怒温泉郷はですね4つのね宿がございまして、今回宿泊する場所、こちらのね看板の方に書いてございますので、ちょっとこちらをお見せしたいと思います。はい、こちらがですね奥鬼怒温泉郷のね宿がね掲載されている看板となっております。私がね泊まる予定なのはこの左上のね八丁の湯というところに泊まろうと思ってます。その他にもですね蟹湯さん、手代沢温泉、あと日光沢温泉ですね。はい、そんなね温泉宿もございますけども、今回はねこちらの左上の八丁の湯、こちらの方をね宿泊しようと思いまして、まあ簡単に言いますと宿泊レビューですね、今回の動画は。はい、そういう形となります。なんでね私がここから90分ぐらいかけて徒歩でね宿の方に行くかと言いますとね、ここのね無料駐車場まではね自分の自家用車で来ることができるんですけども、この先はですね日光国立公園という、まあ国立公園になってますので一般の車はね入れないんですね。徒歩で行くか、もしくはね後ろに書いてあります4つの温泉宿から送迎バス出てるところはですね、こちらの無料駐車場の方から送迎バス乗りまして、そしてこちらね橋がございまして、ずっと送迎バスで向かっていくような、まあそういう形になってるみたいなんですね。なので私はですね、こちらの無料駐車場に車を止めまして、ここからですね歩いていこうかなと、はい、思っております。冬のね山道、2021年最初のシーズンの冬、どういう形で山がなっているのか、そういうところもね見てみたいなと思ったところから、皆さんにねお見せしていけたらなと思いまして、今回は送迎バスを乗らないで歩いて向かっていこうと思います。だいたい距離にすると4キロから5キロぐらいみたいですね。それではですね八丁の湯の宿の方に向かっていこうと思います。よし、向かいましょう。いやー氷だよ、アイスバーになってるな、気をつけていかないと。踏切みたいなバーがあるんですけども、徒歩の人はこれくぐっちゃって大丈夫みたいなんで、よいしょ。はい、では向かいたいと思います。うわー結構年季の入った橋ですね、塗装が結構剥げてところどころ錆びてますね。はい、下はねどうなってるかというとこんな感じです。いやー冬の景色、いやーいいですね。いやー綺麗だ。はい、橋を渡ってきましたら奥鬼怒歩道がこちら、宿へ行く歩道はこちらになってるんですね。これから90分歩いていこうと思います。はあ、いやスタートの段階から、いやめっちゃ急や、かなり急。いや序盤からこれは辛いな、これ。おお、やっとね1個目の橋です。いやー綺麗なとこだね。いやー冬のね橋がかかったこんな感じの景色、ちょっとね橋行ってみますか。アイスバーンになってるんで気をつけないとね。はい、気をつけて階段を下ろうと思います。みんな来るとき気をつけてね。絹の中小乙姫橋って書いてますね。おお、雪が積もってるな橋の上に。いやー綺麗っすね。おお、太陽が出てきて雪がね反射して、いや綺麗な光景です。いやところどころねこうやって木がねなぎ倒されて
歩道こんな感じで遮っちゃってんですよね。はい、こんなところがね数箇所ありました。いやー久々のね山道、いやー体力低下してるだけにもうハーハーしてんな。いやーきつい。いやーこれ見てくださいよ、石垣にね溶けた水がね途中で凍ってつららになってますね。いやーこれっていうのがね自然の醍醐味。あ、向こうにもねなってますね。いやー自然の風景見事だわ、綺麗だね。はい、2個目の橋に着きました。いやー冬の鬼怒川上流の景色最高じゃないですか。いやー綺麗ですね。うわー苦しい。おー八丁の湯着いたみたいですね。いやー着いたよ。いやーだいたい90分ですね。はい、予定通り90分で着きました。無料駐車場を出発したのがねだいたい9時50分ぐらいで、今現在11時20分なので、はい、ぴったし90分ですね。はい、いやーあんまりね体を動かしてない人はねきついですね。最初の階段のところからがきつかったかな。その後はねまあそんな、まあ、きついところはありましたけど、まあ最初だけですね。はい、きついのは。いやー着いた。あ、着きましたよ。いやすごいね、ログハウスだ。いやこんな感じになってんですね。いや開けたところに宿があるんですね。はい、着きましたよ。こちらがですね八丁の湯になります。こちらがねフロント、受付する和のね建物になってまして、こっちがログハウス、まあこっちもね客室になってるみたいです。はい、でこちらの方がですね、ここがレストランかな。夏の時期になりますとこちらがカフェになりまして、冬の時期とかになりますとカフェじゃなくてね飲食店みたいな感じの、カフェとはまた違ったね料理を提供する場所になるところみたいです。なんかねここにワンちゃんがいました。ここのね八丁の湯の看板犬なんですかね。それではね、まずはチェックインしてこようと思います。はい、こちらがですね、フロントになります。いやー、落ち着く雰囲気、いいですね。そして、こちらに薪暖炉になります。はい、12時前なので、まだ客室の方へはね、入ることができないということで、こちらのカフェのねログハウスになってるカフェのところに連れられまして、こちらでまあゆっくりしてくださいと言われましたので、今こちらの方にいます。はい、暖炉ですね。いやーあったかいっすよ。はい、こちらのですねフリードリンクですね、リンゴが入ってますよ。で奥の方にはですね畳になってるようなお部屋になってます。こちらはねマッサージ機ですね。はい、そしてですねこちらの方がひまわりカフェのランチメニューが書いてるボードですね。こんな感じになってますね。ピザだったりカレーだったり、あとうどんですね。ランチメニューはこんな感じになっております。
そしてこちらの方にワインメニューですね、はい、こんなのがございます。そしてね、ひまわりカフェのこのログハウスの外に来ましたらね、こうやってねビールの自動販売機もございました。金額の方はですね、このアサヒのビールなんですけども、ちっちゃいやつが350円で、下の方が 500ml の缶で500円ですね。山奥の価格、金額はねちょっと高いんですけども、まあ缶ビール売ってます。はい、はい、昼食のねお料理が到着しました。こちらのねオリジナルのカレーになります。いやうまそうだ。そして付け合わせのね、はい、福神漬け、らっきょ、あとねきゅうりの漬物ですね、はい、こういうのもね、ございます。そしてですね、1個だけじゃ足りないなと思ったので、はい、マルゲリータピザ、こちらの方もね注文しました。いやうまそうだねこれもね。うん、おいしい。あ、ちょっと甘めなんだね。うん、お肉がねいいお肉使ってるから肉うまいです。うん、それではお次マルゲリータピザいただきます。うん、これも美味しいね。ほっとする味。うん、はい、お部屋の方に到着しました。今回はですね、このログナンバー15、これがですね私のお部屋になります。それではお部屋レビューやっていこうと思います。お邪魔します。おお、すごい、やっぱログハウスだからこその、はい、建物の作りになってますね。いやいい感じですね。そして上がランプになってますよ。いやいい味出てますね。まず右手側、はい、洗面所になりますね。こちらにドライヤーがありまして、ハンドソープ。そして上に、こちらには何ですかね、歯ブラシですね。はい、それにコップがあるような形になってます。じゃあこちらはおトイレですかね。あ、おトイレですね。おトイレはですね、こんな感じになっております。それではお部屋の方入っていきましょう。邪魔します。おー、こんな感じになってるんですね。はい、右手側にベッドがね2つ置いてありまして、奥にね、はい、ベランダがございます。あとテーブルとねソファー2脚あるんですね。でこちらにですね、浴衣の上に着るものですね、はい、ハンガーが4つあるような形になってます。そしてこちらに棚がございまして、一番下にですね、はい、浴衣ですね、帯と、あと浴衣用の靴下ございまして、アルコール、バスタオルですね、あとフェイスタオル、ティッシュがあって、あと上にケトルですね、はい、こちらなんだろうな、こちらはですね、あ、お茶関連ですね、はい、そしてこちらに行きますと、はい、ガスヒーターですね。そしてこちらに行きますと、はい、こんな感じになっております。奥にテレビがあるんですね。ちょっとちっちゃいですけど、でもこのソファーいい感じですね。そしてベランダの方行ってみますかね。ベランダはですね、このような形になっております。いやー、景色なかなかいいですよ。ほら、川のせせらぎを聞ける、はい、いい感じの景色です。そしてこちらにですね、タバコ吸われる方のためにですね、ベランダに灰皿がございました。そしてお次はですね、ベッドチェックやっていきましょう。恒例行事のベッドチェックです。
ベッドの上にですね、こんなものが置いてありました。ちょっとしたね、気遣いという形でブランケットになりますね。はい、こういう気遣いありがたいですね。そしてこちらの掛け布団感、どんな感じなのか。いやー、めっちゃ柔らかい。いや、ふわふわ、ふっかふか。そしてですね、掛け布団の下なんですけども、もう一枚ね、はい、ありました。いやー、これもあったかそうだな。そして下ですね。あ、こっちはですね、ちょっと固めな感じですね。そして枕になります。枕はですね、おー、超ふかふか。いやー、気持ちいいぞこれ。はい、お次はですね、八丁の湯さんのですね、浴衣をご紹介しようと思います。今着てるものが八丁の湯さんの浴衣になるんですけども、まあ、浴衣自体はこうストライプタイプの、白と紺色のタイプのシンプルな、はい、ものになりますね。そしてもう一つ上に羽織るものなんですけど、先ほどね、最初の方でご紹介したと思うんですけども、こちらになります。着てみますとね、はい、羽織ってみました。こんな感じになりますね。なんか紐とかはそんなのはなかったと思うんですけども、まあこう羽織るだけみたいな、はい、まあ、コートみたいな感じですね。はい、内側も結構ねふかふかで、はい、あったかいです。客室の途中がですね、結構寒いところがありますので、これを着てね、客室から出る際にはですね、これ着てった方がいいと思います。はい、背中の方はですね、こんな感じになります。浴衣のご紹介は以上となります。お次はですね、テーブルの上にですね、こちらの八丁の湯さんのですね、ホテル内のですね、案内図がございましたので、簡単にですね、ご紹介したいと思います。まずこちらがですね、入り口になってまして、フロント、そしてお昼ご飯食べた場所がですね、ずっとこう見に行きますと、こちらにですね、はい、レストハウスがあります。そして私が今いる客室の方なんですけども、まずフロントからですね、ずっと左に入って、ここをねずっと通過しまして、ここからさらにずっと行きまして、こちらです、ログの15と、はい、書いてる場所が私が今宿泊してる客室になります。客室はですね、この緑の部分がですね和室になってまして、こちらのですね、まあ黄土色といいますか、ゴールドといいますか、そこがですねログハウスになってまして、点在してるような感じになってるんですね。そして温泉宿の醍醐味、温泉の方なんですけども、まず宇宙ですね、宇宙が男性用と女性用、こちらが食堂の近くにございます。体を洗う場所はですね、この宇宙で洗ってくださいと言われております。露天風呂の方はですね、体洗うところ洗い場はございません。なのでこちらの方で体を洗って、体を温めて、一旦ね洋服を着まして、外に通路出まして、そしてこちらの方が、はい、露天風呂の場所になります。そして露天風呂かなりたくさんあるんですけども、こちらのね1つ2つ3つ、この3箇所は混浴になってます。そして女性専用の露天風呂がこちらになります。なので露天風呂自体はですね、1,2,3,4 と4箇所あるんですけども、まあ男性入るのは3箇所、女性は4箇所入れる、まあそういう形になってるんですね。そしてですね、テーブルの上にもう一つこんなのがございました。夕飯のですね、サイドメニューという形でこんなものがございました。獅子鍋、湯葉鍋、鹿のたたき、湯葉刺し、ヤシオマス刺し、そしてサーロインと、はい、このようなね、サイドメニューがございます。今回はですね、私はサイドメニューとしてこの鹿のたたきをね、注文しようと思います。山奥で食べるね、ジビエ料理、それもね、楽しみにしてましたので、この鹿のたたきをね、いただこうかなと思います。鹿肉はですね、高タンパク、低カロリー、そして鉄分が豊富であるというところで、体にいいお肉という形になってます。とても楽しみですね。これもね、夕飯の時にご紹介しようと思います。はい、まず最初はですね、男性の宇宙の方ですね、ご紹介しようと思います。それではね、入っていきましょう。はい、まず入りましたらね、脱衣場がございました。このような形になっております。ここの脱衣場なんですけども、脱衣場の一番上のここにですね、はい、ヒゲ剃りとね、あと保湿クリームですね、はい、こんなのも設置されておりました。そして脱衣場からですね、ドアがないんですね。のれんくぐったら、はい、もう浴室になるんですね。いや、こんな感じになってます。
いやー、味のあるね、はい、内風呂ですよ。いい感じじゃないですか。はい、目の前が脱衣場なんですけども、体を洗う洗い場ですね、こんな感じに、はい、左と右にあるような形になってますね。はい、お次はですね、混浴の露天風呂の方、男性が入れる露天風呂ですね、そちらをご紹介していこうと思います。はい、まずドアを入りましたらね、はい、脱衣場になります。結構ね、脱衣場、はい、綺麗ですよ。はい、洗面所がございますね。そして寒いのでガスヒーター、ここにも設置されてありました。あったかいです。そしてこちらに行きますと、ロッカーですね、はい、そしてこちらにペットボトル、缶とか燃えるゴミのゴミ捨て場がございます。そしてこちらにもですね、ティッシュ、そしてこちらにもひげ剃りが、はい、ありました。こちらにですね、はい、ファブリーズ、まあ消臭剤ですね、こちらの消臭剤もですね、宇宙の方にありましたね。それではですね、ついにここの待望の皆さんお待ちかねの露天風呂です。はい、それでは行ってみましょう。おー、目の前に露天風呂、いやー、いい感じじゃないですか。いやー、雪見露天でございます。いやー、いいですね。まず最初にご紹介した露天風呂、ここからですね、こちら右手側行きますと階段をね、降りまして、はい、目の前にですね、滝がございます。いやー、いいですね。そしてこの左下、ここにも露天風呂がございます。いやー、こんな感じでね、滝を見ながら露天風呂を浸かる雪見露天風呂、最高じゃないですか。そして最初の入り口のところに戻りましてね、次はこちらに向かいます。はい、ちょっと遠いんですけども、お、下に川が流れてますね。いい感じです。いやー、こっから見る露天も最高じゃないですか。はい、行きましょう。階段を登りましたらね、はい、めっちゃ滝の近いところに露天風呂がございます。いやー、最高ですよ、ここは。こちらがですね、前菜になります。それではまずはじめにこれです。ビールじゃないです、シャンディーガフです。いただきます。まずはじめに湯葉ですね、いただきます。うん、すごいクリーミーで美味しい。はい、お次はですね、別注文で注文しました鹿肉のたたきになります。いやー、これもうまそうだよ、楽しみにしてたから。
のね、漬けだれなんですけども、こちらでポン酢になります。生姜、そしてわさび、そしてニンニクですね、まあお好みにつけていただく、それがね、鹿肉のたたきの食べ方という形になってるみたいです。それでは鹿肉いただきたいと思います。それでは鹿肉のたたきいただきます。ティッシュはですね、イノシシ鍋になります。暗くなりましたらね、ライトアップされてます。滝のとこがね、ライトアップされてるんですけども、こんな感じになります。うわー、最高に景色がいいですね。もうベランダに出てきましたら雪が降ってますよ、はい、こんな感じでまだパラパラレベルですけどね、山奥なので真っ暗ですね。それではね、今日はこれでもう寝ようと思います。それでは皆さん、また明日、バイバイ。
無料駐車場のところにね戻ってきました。今回のね動画はこれで終了となるんですけども、今回のね八丁の湯さん、皆さんどう感じたでしょうか。夕飯そしてね朝食、ご飯関係ですね、どちらも大変美味しかったです。そしてなんといってもですね、関東最後の秘湯と言われている景色と、それに伴ったね露天風呂、最高な露天風呂でした。そして皆さんにですね1点お連絡しようかなと思ってるんですけども、私がねチェックインした日ですね、その日のランチで食べたカレー、こちらのはい、こういうねレトルトカレーみたいな感じでパッケージになってるものがねございます。最初食べたらですねすごい甘いねフルーティーな味わいで、その後からですねスパイシーなねカレー独特のね美味しい味わいが、もうこれがたまらなくてですね、これをですね早々買ってきちゃいました。これはですねインターネットで販売もやってるということですので、この八丁湯さんにですね行ってみたいなと思っていてもですね、まだなかなかね日程がね開かなくていけないなと思ってらっしゃる方はですね、そういう方はですねぜひねこれインターネットで買ってみて食べてみてください。これは1個ですね785円なので、ちょっとね金額高いんですけども大変美味しいので、はい、ぜひ食べてみてください。今回のね動画がね参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価、それと下にありますチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。それではね次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。